久保さん、今回、確率を上げれば運、運は、運気は上昇するって、確率を上げれば、運気も上昇すると。運は上昇、どうキーワード的にと運気の方がいいのかなまあいいや、運は上昇するみたいな。まあこれは、まあ、あのー、久保さんが言う通りそのね僕は今、お正月セールで390円やってますけど、僕の数、僕の顧客数で390円打ったとしても、飯食えないですよ。まあ、全く飯食えないですね。 まあもちろん100万人とか1000万人のチャンネル登録があって1万人クラスが390円の商品買うんだったら全然うわすごいボリュームになりますよ。390円でも1万人買えば3900万ぐらいですか、うん、まず、あ、余裕ですよね、うん。だから1万人クラス買ってくれるとね、だから DAIGO さんがニコ生で500円課金で何億だったかな ?10 万人ぐらい、13万人ぐらいですか ?500 円課金で。すごいですよね。<laughs> 1>, 1億年月間1億超えですよね500円課金って <laughs> まあそんな僕数ないのであの少ない数ですけどもその金額をやってるんですよだけどそ,そんな数ないのでまし上がえないですよただ安い商品を売れば売るほど高い商品が売れる確率が上がるんですよね要はウィンナーの試食の理論と一緒で無料で配ってる試食を無料で配ってます でも、もちろん、その、有料を買わない人もいます。僕も昔ね、ガキの頃、まあ、買わない人でしたからああ、無料のウインナー、無料だから食えるっつって、食って逃げるみたいなね、まあ、そういう人でしたけども、中にはね、あ、これ美味しいわねっつって、じゃあ、有料買うわ、よっていう人、で確率が出てくるんですよ。 でもそれは無料のウインナーを配ってるから、それを体験してもらって、その味を体験してもらって、あうまいから買うっていう話ですよね。だから僕も有料の安い商品を出すんだけども、それを買ってくれて見てくれて、あこの人本当に面白あのいいこと言ってるな、じゃあもっと高いの買ってみようっていう確率が生まれるわけですよ。だつまり、その高い確率が、高い商品を売れる運が上がるってことですね。いってらっしゃい。